皆さんこんにちは。23号車、もう中ローテク GT-R をドライブするドーニー・クインタレリです。この度、GT500 のマシンの、乗り方とあと操作方法を紹介したいと思います。まずはドアの開け方。 GT500 のマシンの特徴は市販の GT-R とほぼ共通部品がないです。なんだけどこういうドアの開け方は一緒です。見てください。市販の GT-R と一緒です。押して引っ張ってドアを開けます。シート周り窮屈というか狭いなので、まずね、右手をこのロールバーを掴んで右足から、それとドアを持ちながら足を入れてからお尻をスライドさせます。シートベルトは松田選手がやってくれます。その後右からメカニック1人スタッフが入ってくるのでサポートしてくれます。でこれで自分の好みで締めます。僕はかなりいつもきつめで、やっぱり車との一体感をしっかり感じたいなので、きつめでシートベルトを締めます。シートベルトなしでピッタ音ができません。はい、すごい大事です。このレバーを前にすると何もしないで押すだけでペダルが手前になります。このポジションが杉尾選手のポジションから手前が好きなので、僕の場合は奥前にします。だいたい4センチぐらい動きますので、これ足の長さの関係かな、よくわからないですけど冗談です。はい。それも足の長さもほぼ変わらないの、僕と杉尾、まあ好みですね。はい。イグニッションをオンにして、まあ、上にして、その後ハンドルにボタンがありますね。これエンジン音をスターターするためです。これを基本的にクラッチを踏んで、だいたいいつも一足でクラッチを踏みながらエンジンをかけて、その後クラッチをリリースしてアクセルを踏んでピットから出ます。ドライバーほぼ全員一緒と思うんですけども、この500クラスのドライバーは2つのペダルだけで走ります。右足はアクセルのためだけ、左足がブレーキのためだけ。だから乗り方としてはストレート、ブレーキ、こんな感じで乗ります。 GT500 はカーボンブレーキなので温度を上げないと全くブレーキが効かないです。だからブレーキの畳め方、特に冬場とか1回目の走行の時とか、車ね、全て冷えてるからブレーキの畳め方がすごいポイントです。アクセルを踏みながらこの強いタッチでカーボンブレーキね、を温めます。少なくとも400度ぐらいにしないと、上げないと全くブレーキが効かないんで、まあ、数コーナーでパンチしたらこういうブレーキペダルにすぐ300、400度までに上がるので、温度が上がればすごく性能が本当に素晴らしいです。シフトダウンとシフトアップのレバーがあって、これはシフトダウンするため、だからハンドルを握りながらブレーキしてシフトダウンをします。右レバーがシフトアップをします。いろんなスイッチがハンドルにあります。レース中いつもね、皆さんね、テレビとか、映像で見てると思うんですけども、例えば GT300 をの後ろまでに来て、まあ、合図としてちょっと来ましたよみたい、これはフラッシュ、しつこくフラッシュすると GT300 は逆に逆効果になるんで、道を譲ってくるんじゃなくてブロックされちゃうので、それもね、コミュニケーションすごい大事です。無線を特になんかコース上にあるときはね、よく使うので、このラジオですね、このボタンを押してピットと、例えば燃費ですね、ここ の, ダッシュボードに、まあ、燃費とか、だいたい5週に1回燃費の報告して、まあ、僕は第一スティントだいたいいつも担当なので、第二スティントのためにピット作業のときは何リッターを入れるための大事な連絡です。無線の時は、日本語で喋ります。 GT のマシンは特に夏場になると温度がすごい高いです。50度を超えます。50度を超えるなので、水分補給のためにこのドリンクボトルが車についているので、ヘルメットにつながってて、ポンプで自分の好みの量を補給ができますね。このワイパーのスイッチは1回だけ踏むと1回転だけかな。例えば雨が強くなります。ダイヤになってるんですけども、まあ、だいたい
市販車と同じで、これオフ。1個目がこの機器と同じ、全く同じ効果、1回転だけしてくれる。この2個目のここのオレンジの色では弱めでワイパーが動きます。赤にすると全開にする。雨の量によってワイパーも動かせます。エンジンマップ、これですね、この緑のダイヤがあって、今ねマップ4になってるんですけども、マップ4が私は例えば、まあ、一番通常のマップ練習速度とかこの4で愛してるなので、予選アタックの時はこのマップを、まあ、5か場合によって6にして一周だけフルパワーでアタックします。その後すぐ戻します。あとこの黄色いですね、たまにねシフトダウンが自分のタイミング、まあ、好きなタイミングでね回転に対するのをシフトダウンするんですけども、たまにもうちょっとその回転を上げたいとか、もうちょっと例えばシフトダウンするタイミングで高い回転でシフトダウンしたいとか、低い回転でシフトダウンしたいとか、それもドライバーの好みと、あとその時の状況、自分でこれを操作ができます。まあたまにねこれ動かす。あとですね、この青いマップがそのトーク・デマンド、この GT500 の車には Bosch という今シーズンからのシステムがついてて、 ECU のチャンネルが1000チャンネルぐらいが入ってると聞いてるので、いろんな制御があるので、その一つのたくさんのチャンネルを使えるのがこのトーク・デマンドだから、例えば 50% をアクセル踏みます。でそのコンピューターがすごく賢いなので、 50% ドライバーが踏んでるんだけど、でもちょっとパワーが立ち上がりで足りてない、じゃあコンピューターがそれをちゃんとね賢く予想して、そのドライバーをパワーが足りてない感じる前にコンピューターがこっち 50% なんだけど、コンピューターが例えば 80% にしたり、急に上がるじゃなくてスムーズでコンピューターが調整してくるので、まあそういうやっぱりトルクデマンドの上げ方さて、例えばアクセルカード 50% で実はコンピューターが 80% にしてくれたりとか 60% とか 90%、 それでそのコンピューターのコミュニケーションツールがこのダイヤルです。これも特に今年の車はこのボッシュのシステムがついてて、去年までの車はあんまり使ってなかったんだけど、今年の車でよく例えばタイヤの畳まりの時とか、グリップダウンする時とか、アタックの時とかよく使いますね。意外と楽しいですね、本当にゲームみたいな感じです。あとこの赤がどんどんダイヤルの位置を強くすればするほどターボラグがなくなります。でも強くしすぎたら逆にパンチが強すぎてすごい車が立ち上がりナーバスとか、特に低速コーナーですね。だからそれもこのターボラグと、あとこのさっき出たトークデマンド、このマッチングがすごい大事なので、まあエンジニアたちからのマッピングもあるんですけども、あと運転中にも自分でこのトークデマンドとアンティラグで、まあ、調整しながらこの2つのダイヤルは特によくいじりますですね。あとですね、このダッシュボードね、いろんなインフォメーションが出てきます。だからもちろんギアポジション、あと、まあ、スピード、タイヤの内圧、生でも見れるし、まあ、ブレーキ温度も、見えるし、まあ、あとキャリパーの温度とかいろんなものが見えます。まあ、ブレーキバランスとかね、このダイヤルはブレーキバランス、これも、まあ、ちょっとね、例えば、最初例えばタイヤが冷えてるときにちょっと後ろ寄りにしたりとか、まあ、あとフロント寄りとか、そのブレーキバランスどの位置にいるか、そういう情報を含めてこのダッシュボードで見れます。まあ、本当に僕はねこの23号車のマシンに何回も1000回ぐらいのコックピットに乗ってきてるかな、なんだけど素晴らしすぎて、毎回ね今日含めてね乗ってもすごくいつもクールで、すごくいつもドキドキします。だから次のまたね勝負するときは楽しみながら頑張ります。はい、説明以上です。ぜひね、23号車もちろんローテック GTR に乗る機会があれば、僕が説明した通り、23号車の運転を、試してください。僕もその日を楽しみにしてます。